はい、こんにちは、ミボーズです。今回のね、ファーミングシミュレーターですけど、10月になったってことでね、キャノーラの作付けと大豆の収穫を行いたいと思います。はい、で、とりあえずね、最初はこのキャノーラの収穫のためにね、新しい破種機買おうかなと思ったんですけど、今回はね、収穫機にしようかなと思います。だから、このね、とりあえずレトロ収穫機はね、リストラになります。はいとりあえず今度からはね、そこまで レトロ的なものも買うし、何でも買うっていうところで行きたいんですけどね。まあ、いきなりね、でかいのを買ってもしょうがないので、とりあえずね、まあ微妙なやつから買ってきます、今回も。はい、ってことでね、とりあえずそんな感じで進めていきますので、本日もよろしくお願いします。はい、ということでね、収穫期ですよ、収穫期。何を買おうかなんですけどね、もう目星はつけてるんですよね。今回はね、これを買ってみようかなと。280馬力でそこそこあるよってところで、まあ容量もね、そこまででかいわけじゃない、5600リットルってことでね、とりあえず今回はね、こちらを購入してみようかなと。時代背景的にもね、中途半端ネトロ、まあ現在のね、車業界でもある言葉を言うと、ネオクラシックっていうような感じのところでしょうかね、多分時代的には。80年代後半から90年代的なね、多分やつだと思うんですよね。はい、とりあえずね、今回こちらを購入したいと思います。使い物になるかどうかわかんないけどね。で、それに合わせてね、カッターなんですけど、本来だったらね、同じモッドでくくるとここなんですよ、4メートル幅。ただ今さら4メートル幅をね、買ってもねっていうのがあるんで、今回はこちら買いたいと思います、6メートル幅。多分使えると思うんですよね、多分はい、こちら購入します。はい、こんな感じですね。ただこれ、カッターつけられるよな、多分。いいですね、あのエンジンかかる前のピーピーピーっつうのが。なんか落っこちないよな、カッター。とりあえず乗ってるけど、はい、行きましょう行きましょう。もうちょっとね、カッター後ろでも良かったかもね。はい、内装はこんな感じですね。やっぱりね、微妙にね、古めかしい内装ですよね。ちょっとね、ここら辺はテクスチャー荒いなーって感じだけど。はい、じゃあ帰りましょう帰りましょう。はい、パイプをね、出すとこんな感じで、まあ意外と高い位置まで上がるかなって感じですね、思ったよりは。それなりの大きさのやつでもね、いけるかもしんないですね、あのでかい方のやつでも。ちょっとね、秋なんで、まだ朝の8時半とはいえ若干暗いんでね、ちょっとお昼ぐらいまで時間進めますか。はい、時間的にね、10時半ぐらいになりましたからね、さっきよりね、明るくなりましたよね、若干。そろそろね、こっちの方にも拠点作りたいですよね。だとすると、どっかしらね、潰してからね、車庫にしないとね、厳しいでしょうから、この前あたりのね、ここら辺の土地を開拓するっていうのもありですよけどね。そう、こっちの方まで進出できるとね、そこまで畑に傾斜がないんでね、楽にできるんですよね。ね、6メートルって言ったらそこまで大きいわけじゃないけどね、ずっとね、4メートルぐらいで作業してたから結構大きくは見えますよね。はい、さ、まともに使えるかどうかここで判明します。はい、お願いします。問題なさそうかな。
ちょっとね、収穫期の方のね、設定もね、変えときましょうね。荷下ろし自転車有効の自動荷下ろし無効。これは無効で。あれ？ダメ？コーナリングがうまくいってくんないですね。ほら、ブロックドバイアンオブジェクト。いやだってできないわけじゃないんですよ、その作業が。こうやってほらいけるわけですから。ダメですね、これは。ちょっとね、コースプレイを使って作業してるんで、メインで。これは結構ね、致命的なところですよ、ほんと。ちょっとね、乗り換えましょうか。ほら、高さ的にはさ、パイプの高さ的には全然良かったんですよ、これ。残念ながらね、とりあえずこちらはね、今回は却下ですね。はい、ってことでね、じゃあどれ買おうかになりますよね。素直にね、ここら辺のドイツファールにしとけよって話になるかもね、もう。よし、もういいや。素直にね、ドイツファールにしましょうね。はい、もうこのドイツファールにします。バニラの。面白みねえかもしんねえけど、今回はね、あえてね、このドイツファールセットにしましょう。はい。なんか同じ6メートルとは思えないぐらいでかいような気がするんだけど、このカッターがね。収穫機はね、間違いなくこっちのがでかいよね。はい、じゃあ行きましょう、行きましょう。はい、内装はこれですね。久々に見たけど、やっぱシンプルですよね。このメーター類がね、若干アナログなところを見るとね、まあ、それなりの年代問題はあるんでしょうね。バニラな感じでも。はい、ここまでね、帰ってきましたけどね。やっぱりね、時間かかりますよね。20キロは。大変。そう。まあ、乗っけた状態で走れればいいんですけどね。そうするとカッターが持って帰ってこれないんだよね。カッターってなんか他のやつで運べんのかな？はい。じゃあとりあえずね、邪魔にならなそうなところってことでね、ここら辺に置いときますか。これはね、パイプ高い位置にあるからいいけど、どこまであんまり上がんないね、上に。大丈夫かな？大丈夫だよね、多分。はい。じゃあ同じようにね、作っていきましょうね。枕地2周で、3と。で、まあこれで作ったのはいいんですけど、途中までね、やってるんでね、そこまで進めていきましょう。あとはね、普通にね、カーブしてくれるかどうかが一番の問題なんですよね。はい、じゃあここからね、再開。あ、大丈夫そうですね。はい。まあ、バニラなんでね、問題なくね、コーナリングはしてくれますね。そこは大丈夫でしょう。はい。じゃあ、後でね、また設定ですよ、設定。しかしね、ほんと、嫌な意味で予想が当たったよね。ちゃんと動いてくれるのかどうかっていうところで、ほんと、嫌な意味で当たるっていう。はい。とりあえずね、あとは任しといても大丈夫でしょう。なんかここの畑ぐらいはね、タンクの中に全部入りそうですよね。ってことで、タク付け作業の方にね、行きましょうね。タク付けもね、でかい収穫機じゃなくて、ハシュキ1個でやっちゃいますか。機械のね、アップデートをしていくってことなんでね。ああいう、もう使わなくなったやつは今回はね、バンバン売っていきましょうね。とか言っときながら、まだそこにサツマイモ置いてるんですけどね。もうサツマイモなんか使わなくなった、典型的なね、機材の一つだろうって話ですけどね。ちょっとね、登りはきついかもしんないけどね。まあ大丈夫でしょう。多分。
はい、問題ない感じですね。はい、こっちもね順調ですね。やっぱねバニラはね動作安定に関してはねピカイチですよね。まあ当たり前ですよね、製品版として出すのにね、いろいろデバッグとかもやってるんでしょうからね。